はい、ご覧いただきありがとうございます。今回ご紹介するのはこちらはバルナックライカの D2 のブラックペイントになります。非常に人気のあるタイプになりますね。でこちらは、この純正のこれレーツって書いてる純正のねカメラカバーを前面までね覆っているのがほとんどなんですが、これは改造して半分のハーフタイプにしているような感じだと思います。で D2 にはねこのアイレット、この釣り感がねストラップをつけるあの釣り感がないので、ハーフカバーがねあるとね首から下げることができますので便利だと思います。はい、ではまずはこちらボディキャップ付属しております。はい、でまずは外観から見ていきましょう。でこれ珍しいのがこちらが各ノブ類がねクロームのメッキに、ね、なってるんですよ。通常ねブラックペイントのこの各ノブ類とかはニッケルのねメッキになってるんですが、これはかなり綺麗な状態になってますので、再メッキしたんではないのかなと思われるぐらい綺麗な状態になってます。はい、で各軍艦部とかはの文字部分、銀象眼の部分はしっかり残っております。こちらもですね、AR 部分も。で、底蓋はちょっと塗装の状態がね、ちょっとこの辺が荒れていたりしますが、こちらも銀の象眼は、まあ、少しは残ってますね。で、傷とか大きなへこみとかはないですね。で、底蓋も同じような感じですね。まあいい感じにやれてるような感じにはなってますね。まあこれ以上ねやりが進んでサビとか出てきたら、あの当店で再塗装などもできますので、その辺はねお気軽にご相談いただければと思います。はい、ではあと外観はこちらのグッタベルカがねあのオリジナルみたいです。ちょっとね脂肪がね使い込まれて浅くはなってはいるんですが、こちらね全然問題なく欠けや割れなどはなさそうですね。オリジナルがいいって方にはおすすめですね。はい、はい、では次は機構的なものを見ていきましょう。でこちら当店でオーバーホールをしておりまして、こちらのシャッター幕ですね、シャッター幕とシャッター幕を引っ張るシャッターリボン交換しております。で巻き上げもね非常に軽くしっとりとした感じに仕上がっております。はい、では今巻き上げておりまして、 Z ですね、バルブから見ていきましょう。はい、問題ありませんでした。であとこちらもスローもねないタイプなので、見るとすれば500分の1ですね、最高速。ちょっと動画では見えづらかったかもしれませんが、専用のシャッターテスターで測定をして調整済みです。あと古いものですのでね、光線漏れやシャッターのバウンドなどがないのもね確認するためにフィルムを実際に装填して試写をして問題ないのも確認しております。と試写の後にはねこちらのフィルムの巻き戻し、途中で引っかかったり切れたりしないのを確認しておりますので、ご安心してご使用いただけます。ではこちらフィルムカウンターですね。今はどこに30が見やすいですかね、一番近くて。はい、30 31 32。はい、ワンカウントずつしております。はい、で続きましてファインダーですが、レンジファインダー、ビューファインダーともに内部清掃しておりますし、こちらのハーフミラーですね、20度がかなり見えづらかったものですので、ハーフミラーをね当店で交換しております。あと D2 にはね純正でこの黄色いフィルム、あのフィルター、あのこのガラスが黄色いのかフィルムが入ってるのかわからないです。ちょっと黄色っぽくなって